こんにちは。CD ジャパンがお届けする情報番組新しい回を始めます。今日も珍しい翻訳結果が出てきましたけど、続きをいきます。今週も一週間たくさんいろんなことがありました。まずはリアルタイムランキングを見たいと思います。いろんな、新しい商品がランキングに載ってますね。でもなんといってもこちら嵐ですね。久々の CD が出てて、チャートを賑わしてます。で、ちょっと Twitter 見てみましょうか。で、最近発売を迎えたばかりなんですね、こちら。で、CD が届いたよと、いろんな喜びの声が、お客さんから届いています。こちらもですね。で、まあ本当に、このようにたくさんですね、届いているという形ですね。さあ、ここでちょっと気になる表紙が出てきました。これは何でしょうかね。雑誌ですね。アンアン。8月19日発売の、8月号ですね。平成ジャンプの山田涼介さんが表紙になっています。こちらちょっと見てみますと、実はもう売り切れてると、そういった形なんですね。今日午前中に、予約が始まったばかりなんですけれども、もう売り切れちゃいました。で、こちらですね、皆さん、もう予約できないのという問い合わせをたくさんいただいてるんですけれども、どうぞご安心ください。こちらはですね、また近々、予約を再開するそうですので、また、その機会を逃さないように、どうぞここからですね、メールを登録してください。あとは、うちのツイッターからもね、新しい情報が届き次第、告知しようと思いますんで、ぜひチェックしてください。今日二つ目のトピックはこちらです。Second topic of the show ですね。トラッシュテイスト、ゴミくずの味。すごい名前なんですけれども、これは最近始まった YouTube でやっているポッドキャストの番組ですね。で、もしかしたら、もううちの会社よりも彼らのことを知ってる人の方が多いかもしれない。ちょっと番組を見てみましょうか。で、これ3人の大きい YouTuber の方が、力を合わせて一つの番組をやってるということです。で、今回ですね、彼らが、
その番組の中でシリジャパンのことを、ちょっとコマーシャルをやってくれるということで、ぜひお願いしてみました。もうすごいですね。流れるような喋りと、3人のチームワーク。もうこれは感動しました。皆さんもうご覧になりましたかね。ノースフェイスではないですけど。まあすごい。3分間の中で本当にくまなく、うちの会社のことを紹介してくれて、かなり嬉しいですね。もしこの番組をきっかけに、ここにたどり着いた方はこれからぜひよろしくお願いします。で、この番組の中でいろいろと、うちで扱ってる商品をですね紹介してもらってるんですけれども、例えばこういうジョジョの時計だったりですね、ジョジョーズビザルアドベンチャーウォッチで、あとは彼が着こなしているスーツを紹介したりとかですね。で、とにかくジョジョですね。これもジョジョ。もうどんだけ、この漫画が好きなんだという感じなんですけれども、すごい好ましい。本当にこの漫画、このコミック、ジョジョが好きなんだなっていう感じがしてとてもいいですね。もし、うちの会社を知ってて、彼らを知らない、そんな方がいたら、ここのリンクからですね、飛ぶことができますので、とても刺激的な内容になってますんで。まあ、本当にとんでもないですよね。100万回超えてるっていうのが、すごいですし、まあ、この番組の購読者もすでに40万人ですか。とんでもないですね。で、それぞれの YouTuber の方も、まあ、皆さん本当に楽しいコンテンツをたくさん投下してらっしゃると。見る価値はすごい高いと思います。そんな感じで今日の2つ目のトピックでした。それでは今日最後のトピックについてお話しします。こちらですね、今日ちょうど今日ですね、特集ページが完成しました。アイズワンの限定写真集です。彼女らについては皆さんよくご存知かもしれないんですけれども、簡単におさらいしますね。2018年から活動を開始した、世界的なアイドルグループです。韓国のオーディションからですね、選ばれた韓国人9名と日本人3名の計12人で活動してらっしゃいます。翻訳がすごい大変なことになってるので、ちょっとだけ英語喋っていいですか。Eyes One is a very global female idol group formed by 9 Koreans and 3 Japanese。で、この
写真集なんですけれども、韓国でも発売されているんですけれども、日本で発売するのはすごいたくさんのボーナスがつきます。詳しくはこの特集ページに比較表があるので、ご覧になっていただけると嬉しいです。ですね、I'm not saying about pay 5 yen or something else but go on。 このファミマプリントフォトについて、一つだけですね、ご紹介をしたいと思います。これね、絶対翻訳できると思います。ですね、詳しくはここの英語の説明文章を、読んでいただけるとすごくお得なボーナスなんだなってことがお分かりいただけるかと思います。簡単に言うとですね、うちのスタッフが、近くのコンビニに行って写真をプリントアウトしてます。で、その写真を、あなたの注文してくれたあなたの注文の中にボーナスとして付けるというスペシャルなキャンペーンです。この特別なセットはですね、メンバー一人につき一つたくさんエディションがあります。ただ注意していただきたいことが一つあります。一つのセットにつき10個だけですね、販売が可能です。1セットにつき10個で、とてもとてもとても数が限定されていますので、気になる方はお早めにお買い求めください。それでは今日の情報番組を終えたいと思います。また来週、さよなら。